大乱闘スマッシュブラザーズは相手を攻撃してステージから落っことす対戦型アクション。攻撃して攻撃して攻撃して、相手のダメージが溜まったらスマッシュ攻撃で画面の外まで吹っ飛ばす。溜まったダメージが大きいほど遠くまで吹っ飛ばせる。吹っ飛ばされても諦めるな。ジャンプや技を使ってステージに復帰すればリスにはならない。吹っ飛ばして吹っ飛ばされて復帰して吹っ飛ばして、最大4人で大乱闘。これがスマブラのバトルだ。さまざまなゲームのキャラクターたちが自慢の技を携えて大集合。おなじみマリオや動物の森の村人、忍びポケモンの月光牙など、ゲームの垣根を越えキャラクターたちが登場。ストレッチは念入りにしましょう。バトルが白熱すると現れるスマッシュボールをゲットすれば、超強力な最後の切り札を発動できる。狙え、一発逆転。キャラクターだけでなくバトルのステージも様々なゲームからチョイス。ステージにはいろんなゲームでおなじみのアイテムが。いち早くゲットして使いまくれ。モンスターボールを拾えばポケモンたちが援護してくれる。ファイターを支援するアシストフィギュアも多彩な顔ぶれでバトルを盛り上げる。大乱闘以外にもいろんなモードが。吹っ飛ばした距離の記録を伸ばすホームランコンテスト、的を誘爆して得点を競うスマッシュボンバー、次々降ってくるファイターを吹っ飛ばす組手、ゴールドをかけ最後の敵まで勝ち進むシンプル、コレクションなどやり込み要素も様々。そして4人で遊べる探索アクションフィールドスマッシュ。広いフィールドを5分間の制限時間内に敵を倒しつつ駆け抜け、アイテムを集めまくる。出てくる敵はいろんなゲームのキャラクター。集めたアイテムでファイターをパワーアップしてバトル。バトルの形式は様々。どれも短時間で勝負のつく気を抜けない真剣勝負だ。ファイターは自由にカスタマイズすることができる。例えばカービィの場合、通常必殺攻撃は吸い込み。これをコチコチ吐息や吸い込みジャンプにカスタマイズが可能。1人のファイターが持っている4つの必殺技は全て3タイプから選ぶことができる。またアイテムを装備して攻撃力、防御力、速度をカスタマイズすることも可能。自分好みのファイターでバトルすることができる。さらに自分だけのファイター B ファイターを作って参戦することも可能。格闘、剣術、射撃の3タイプから選ぶことができ、帽子や服を変えればより一層オリジナリティの高いファイターで戦うことができる。インターネットに接続すればフレンドや見知らぬ誰かと対戦が可能。大観戦では勝者を予想してゲーム内で使えるゴールドを稼ぐことも。大乱闘スマッシュブラザーズ4 Nintendo 3DS。